はい、皆さんこんにちは、カゼンドです。じゃあ、徳です。春の熱血甲子園大会の地区大会結果が発表されたということで見ていきたいと思います。徳はどうだった？6戦位でした、全体。お、まさかのすげえ落ちる。グループは1位。グループは1位です。立派でございます。さあ、私、地区大会おそらくでんでん2位ですね。はい、1位の方とね、激しいバトルをしたんですけども、まあパーセントでもね、及んでいなかったので勝つことはできませんでした。2位でございます。さあ、2位の報酬がですね、これじゃないですね、秋田代表ですよ。さあ、 PR のなるみくんゲットしました、はい、でここからは甲子園大会組み合わせが決定。これ結構大事ですよ。さあ、秋田うたけ1640マジで。ああ、しかし私も 1516% 1700。やばいやばい。うわ、やっぱみんな気合入ってるわ。え、こんな感じなの？いや、でも今回、俺もそうでした。リーグレベル6ですけど、1位突破しましたけど、1500とか600いますね、ちなみに私はですね、もうカンパチ君にしました、リーダーを。 Why? なぜ？なんかカンパチ君へのあの敬意を表したい。メガネキャラそんないないからね。まあ確かに敬意を表したい。言ってること全然意味わかんない。いやー、でもこれちょっと高いね。ここでどうしよう。まあちょっと一回戻ります。全体のランキングも見れるの？859でございます。おお、これはどうですか？いや、これは高いですね。まずまずでもグループでは2位、地区予選2位ですもんね。まああとね、ここも忘れずに上げておくっていう必要もありますね。そうですね、さあ、ちょっとじゃあこっから報酬の確認とかも一応しておきましょうか。まずは累計報酬もいただけるんですね。はい、で累計報酬の方で、PR のなるみくん1体いただけます。はい、プラス SR もいただけるんですよね。はい、ここです。ってことは、まあここは絶対なんで、まあ、そこでまず1ですね。うん、1体の SR なるみ、1体の SR なるみで PR なるみがそこに2体いると確認します。あ、そっか、もうすでに1体いるのか。すでに2体いるんで、これで1体の SR に3体のなるみって感じになります。 PR なるみ、 PR なるみなので、ここでうまくいったらプラス3。まあ厳しいな。まあ1だと仮定して、で、あの大丈夫博士像3体いるんですよね。で PR が今3体いるんですよ。ってことは最低1だと仮定して、PR プラ5にはできるってことだよね。俺ね、そうっすね。で PR プラ5はできるんですよ。なのでプラス1は確定しました。はい、こっからです。そうっす、プラス1は確定してるんですよ。まあ、うまくいったら2。そうですね、で皆さん、ここからです。報酬ですね。次、グループランキング見ていきましょう。グループランキングの報酬です。さっきの見ていた全国の猛者どもがどのぐらいやるか。まあここね、 SR5 体いただければ、もうこれはもう確実です、で今プラス1なんですよ。あと何体必要なの？2345、あと4体必要なんですよ。ってことは2位に入れば確実に行くんですよ、はい、ただですよ、全国の猛者どもはそんなにそんなことを許してくれないでしょう。ということで、ここで一度全体ランキングの報酬も見ていきましょう。はい、今私が800何位でございました。800何位だと、なんとね、PSR いただいちゃうんですよ。まあ、PSR、って感じです。はい。なので、
2000以内までに入れば2体いただけるじゃないですか。はいはいはい、ね、これでプラス3プラス3ね、はい、あのグループランキング報酬は関係なしだよ。ここでプラス3だ。2000以内に入り、さらにここで4位以上になると5になります。はいはい、ただですよ、このリズムでやっていた場合、おそらく PSR 獲得しちゃうんですよ。はい、そうなると困った。どうしよう。いや、そこは普通にやっていうか、うん、そこはもう難しいと思います。うん、狙ってなんて無理か。無理です。全体とグループランキングの順位は、うんうん、もしグループがもうすげえ人ばっかだったら、うん、グループでもしかしたら、ね、この4位とか5位で SR1 枚しかもらえないなんてパターンもありますから、うん、だとしたらもうここは切り替えてしっかりと PSR もらえるように頑張った方がいいってこと。そうですね、まずは500位から1000位をキープしつつグループで何位かっていう、何位かっていうところか、はい、ってことは最悪俺 PSR もらった場合プラス3にもできない可能性があるってことか。 PSR プラス3ですか。うん、だってそれだったら SR プラ5を目指した方がいいわけじゃん。いや、でも考えてください、うん、前回のミストさんはここでは全体に1000位ぐらいまで入っても、あ、違う、マル君か、うん、全体では1000位ぐらいに入っても、うん、グループでは5位とかって言ってましたからね。言ってたね。それきついね。だそんなんだったらもう PSR1 枚に、前回なんか累計で風なぎとかなかったですから、確かしたら PSR1 枚に SR1 枚ってことか。だから そういう感じです。待って、 SR1 枚で累計で1枚できつー、きついです、きついです、きつでもそこは難しいですよね、うん、今組み立てらんないと思います。そうだね、もう初日2日目ぐらいでこの、あの私のねグループのモサどもが、そう、モサどもがどれぐらいやるかなんですよここですね。お疲れ様でしたさんだったりね、何々さんだったり、あ、これお疲れ様でしたさんじゃないんだ、この右下だなるほど。いやー、でも絶対走りますよ。もう持ってるイベキャラがすごいし。ちなみに私よりもパーセントが高い人っていうのは何人いるの。まず空き缶さんね、この人なんか見たことあるな、どんかで。1 2 3 4 5 6 7 8、終わった半分以上終わった。そんないんのしかもリーグレベル7で挑んでる時点で、うん、全員気合入ってますよ。うわ、ちょっともうあとは大人の力見せるしかないそう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 おそらくですよ、この中で3本の指に入る年長者でしょ俺だと思います半分以上20代でしょこれは大人の力いやでも待て、周りすごい、周りすごいよこれ大人の力でも及ばないかもよこれ。 PSR プラゴとかいるし。待って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 、これすごい、これはすごい。ちなみに徳はどんな感じなの周り。いや俺上から4位くらいでしたかね、ランキングってことはですよ、やっぱり運も必要なんだね。そうですね、グループマッチング、うん、あとは解放運とかもあるけど、その辺の兼ね合いかなり大事だね。大事っす。うわ、俺のね想像のはるか上を言ってる。上に4人いますね僕は。そう、でもそれでもやっぱり、うん、リーグレベル6でも PSR プラ4のサイリとかもうみんな SR プラゴスからね。恐ろしいですこれは。
これでもスター発掘に行ってた場合は SR もらえなかったんだっけ。いやーどうだった、いや1枚もらえたんじゃないですか、なんかそんな話した気がします。優勝で、マジか、どこ見ていいのか分かんねえんだけど。いやまあそこはもうね、もう振り返れないですよ。振り返れないけど知っておきたい、君はもう甲子園で羽ばたくしかない、そういうことです。きついな本当にきついないや頑張りましょう一緒に。いやさ、もちろんね頑張りますよ、食らいついていきますよ、こうやってよじ登りますよ、もう本当にただですね、うわこれはきついね。ちなみにですね、スター発掘に行った場合 SR1 枚、3位までに入れば1枚いただけだ。でもこっち行ってても無理だね、うん、プラ5にはできないね。できないですね。まああとは私の場合その PR 大丈夫博士図を3体いるって言ったところで2段階解放してくれたら夢は広がるね。そうですね、うん、たださ PSR を手に入れたところでさねえ、 SR の解放に PSR 使うのもったいないじゃん。そうですね。いや作戦考えましょう。ちょもう一回閉じろ押してください、うん、いい、いや分かりました。グループで、うん、はいつくばっていきましょう。グループではいつくばっていきましょう。そっちでいくで最終的に全体ランキングでこうだったみたいな感じする。そうそうそう、まず最低限グループでもらわなきゃいけない数は4枚、あごめん2枚、だからここだからまず4位、うん、でそれが全体で何位かっていうところですね。そうだね、これがもし1000位から2000位のとこだったら、うん、全体でも SR2 枚もらえますし、うん、もしもう一つ上の500位から1000位、うん、だったら PSR、うん、もらうけどまあそれを SR に食わすっていうのもありですし、そういうやり方の人もいますからね。なるほどね。まずはグループで絶対4位、きつっ。俺もさっき計算したらリーグレベル6でも1位か2位が絶対って感じでしたね、うん、枚数が多分1枚ずつぐらい確か少ないんですよ、うん、なんで1位か2位ぐらいがもう最低ラインかなって感じだったんで。なるほどね、まあ、あとはさっきカズさんがね、うん、大人の力って言ったように、うん、どれぐらいストーンをね割くのかってところですね。あとねプレイ時間で言うと大人の力半減するからデメリットだから大人って既婚者だし息子いるし大人の力発揮できないかもしれないから。まあでも本当週末、うん、あと週末時間ですね、うん、俺平日ずっと2000くらいついてったのにカーン落ちたんだもんな。カーン落ちました日曜だけど。でもさこれ来週じゃなくてよかったな、来週俺ら沖縄だぜ。確かにな、セーフっすね、マジセーフっすね、危ないっすよちゃんと航空券届いてたからな。あざす、うん、出張ですから我々は。そう、まあ来週の話をするとそのちょっと沖縄でいろんな模様もね動画でお届けしたいと思いますのでご期待くださいという感じでいきなり締めます。はいまあ大変だけど今目標が定かになりました、はい、やっぱり SR プラ5にするっていう目標でいきつつあとは経過を見ていきます。なので PSR 云々じゃないです、SR プラ5を目指しつつ最終的な、ね、順位で後に決めます、はい、まずは4位、そうですね、うん、グループの4位を目指してやっていきます、はい、ちょっと長い動画になりました。いや頑張りましょう、うん、それでも多分本当にきついと思うんですよ、うん、いやなんかいろいろ考えるとね俺さっきマー君引かなきゃよかったんじゃないのって思ってきた。それやめましょうそれだってなんかマー君だってストーン40個で結構試合できるよ、相当できるねマー君マー君いいですよ、たらればしないっす。はい、はい、じゃあそんな感じでですねこの後日本代表の試合もサッカーありますから皆さん一緒になって応援しましょう。じゃ
あそんな感じでまた動画でお会いいたしましょう。バイ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 、くそーマー君。